きてゆけないかもしれないのに、絶対に言えない、それが今の私の愛の印。私は二人の傘になります。お願い私を刺して、この雨にさらして、どこまでも一人濡れていたいの。君は最後の声を聞いたか。時間がないんだ、年を焦っているのはノー。およそ2000億のの細胞が死のうよと言っている。君の意識は脳が全てか。君は細胞の声を聞いたか。その細胞の一つ一つに宿る地球生命誕生以来生き続けてきた40億歳の遺伝子が生まれてまだ刹那の君の脳に語っているラジオの周波数に中名を合わせてみないか。彼らは永遠に死ぬなど言い続けるわけではない。彼らは誰よりも君の良き理解者だ。どんなに優しい隣人よりも君のことを分かってくれている人生の先輩たちだ。君の脳のことを考えて、でも1400グラムの君の脳にもし砂粒ほどの隙間がまだ残っているなら、細胞の声に DNA の声に彼らの声は非常に弱いかもしれない。弱いんじゃなくて周波数が少しずれている。回せレボルバーの代わりに銃声を聞け、銃声の代わりに内なる声を。君がピナクルスの丘に立って朝焼けを眺めていた時、彼らの声が天空に響いてはいなかったか。彼らの声は大地の声、天空の声。君の見た朝焼けが君に響いて
けてはいなかったから。